北京の戦いとこれに続く英仏連合軍の北京占領は1860年に起こったアロー戦争の最後の戦いである。アロー戦争の開戦以来、新軍は1858年の大古法大の戦いを例外として敗走を重ねていた。さらに1860年9月の八里橋の戦いでも西洋軍への対抗に失敗したため、新軍の騎兵隊は 徹底的に壊滅させられた。真の皆ゆたかみは、直ちに、熱火の秘書山荘へ逃亡した。新軍の改装に伴って、英仏連合軍は、北京へ進撃し、帝都全面の防衛は、完全に失敗してしまった。1860年9月22日、新朝の全県大使強進郎は、英仏連合軍の司令官エルギンと黒に文書を送り、 和議の交渉を求めた。その内容は、下記の通りである、金差弁議行事全県大臣、和弘氏共振のおため、寺氏会事、原因親王はじめ、兵部少書、牧利不全、違法指摘拠金差大臣、元地下大捧ぐいの知事ため金差弁議行事、全県大臣、即派、常岐、乱鬱等、全大面儀は局、既大臣しばらく一期間か、も、 厚ツ和義。ためこのテラシカイ、日本語訳、しかし、両国の司令官は、通州で捕らえられたハリー・パークスと講師団を、釈放しなければ交渉できないと伝えた。共信脳は、このように回答した、もうあなた方は、軍事上勝利しているのだから、少しぐらい武官が減ったところで、何の差し支えがあるだろうか。年月日、連合軍の偵察隊は、 四金城への道路を初めて偵察した。新軍の兵衛は見られず、すでに北京への道が広く開けていた。ヒカルエビスツトムシマツミナユ1860年、延命園大災難、P1631860 年、延命園大災難、P165。ありがとうございます。